フリッツラー陸軍飛行場は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州フリッツラーに所在する軍用飛行場。再軍備を果たしたナチスドイツは、1935年から1938年にかけて、ドイツ国防軍空軍のためにエーダー側の南東に300エーカーの面積を持つ大規模飛行場を準備した。飛行場には、 第一次世界大戦の戦闘機パイロットである、オズバルト・ベルケを記念して命名された。1937年9月17日に、観光式を迎え、1938年3月から、戦闘機部隊の基地として、さらに1944年からは、夜間戦闘機部隊が配置される。第54戦闘航空団、当天コップ司令部は3月14日に、 第一戦闘軍は3月16日に到着し、ハインケル HE111 爆撃機を装備した。第二次世界大戦が勃発するとフリッツラーから出撃し、本拠地には戻ってこなかった。1941年8月から1944年まで、飛行場にはデッサウアー飛行機、自動車工業株式会社の第二事業所が置かれた。 同社は強制労働に対応するため飛行場とフリッツラー駅の間に仮小屋を建設する。1943年10月1日に新型のユンカース1352輸送機の試作機が本飛行場にて初飛行する。選挙区悪化により資材不足に陥る1944年までに44機が生産された。 1943年5月17日のチャスタイズ作戦による上流のエダーダムへの攻撃の影響は軽微であった。若干の小屋は損害を受けたが航空機生産に不適であることが分かったため、1944年10月にユンカース社はフリッツラー飛行場から撤収した。1944年9月から1945年3月まで、 1> 第1夜間戦闘航空団第3軍が配置され、メッサーシュミットボーイフレンド110戦闘機とユンカース188夜間戦闘機がフリッツラー飛行場に配備された。後に連邦大統領となるバルターシェールはこの部隊に所属した若いパイロットの一人であった。1945年3月に部隊は第101夜間戦闘航空団と交代した。しかし、 燃料不足のため新規パイロット訓練は不可能となり、教官たちは実質的には戦闘飛行隊に編入された。飛行場は実質的に損害を受けていない施設と航空機が残されており、1945年3月30日にアメリカ合衆国陸軍第9府評師団の文献隊が占領する。1945年4月12日から13日に、 かけて、アメリカ合衆国軍の第404及び第365戦闘航空軍が到着し、リパブリック P-47 戦闘機を修正して、エルベ川へ前進する地上部隊を支援した。ドイツ降伏後、両部隊は第9防空軍の参加となる。対戦後、飛行場は連合国占領軍の航空基地として使用される。 1947年6月、フリッツラー陸軍航空軍航空基地として、アメリカ陸軍航空軍の様々な部隊が駐留した。すでに、1946年秋には、アメリカ合衆国陸軍第14保安連隊が到着しており、飛行場と、その施設は1947年9月14日に、正式にアメリカ陸軍に移管される。 最初に駐留した部隊は、第14機構騎兵連隊本部と第1大隊で、部隊は、アメリカ合衆国陸軍保安隊に所属していた。これは、アメリカ占領地域の治安維持のために、アメリカ陸軍が組織した準軍事警察部隊であった。第2大隊は、シュバインフルトに、第3大隊は、コーブルクに駐留し、第24分隊は、 バートトヘルルスフェルトに置かれた1951年にフリッツラーの第一大隊はヘルスフェルトに移駐し1952年には連隊本部がフルダに移駐したことによりフリッツラーにおけるアメリカ合衆国軍の駐留は終了する1951年から1956年にかけてフランス軍が アメリカが死中国に代わって駐留することになり、Amix-13 系戦車を装備した第5、表記兵連隊の一部が、兵舎施設に進駐し、兵舎には、アントワーヌ・ラサール将軍を記念して、ラサール司令部の名称が与えられた。その後、第3不評師団の一部が代わりに駐留する。1956年に占領軍は撤収し、代わりに、 ドイツ連邦陸軍が駐屯する。当初は、一個敵弾兵大隊及び一個装甲偵察大隊が置かれ、1957年10月1日には、陸軍航空隊から第812陸軍飛行隊、第813陸軍飛行隊及び、第822陸軍航空輸送隊が、編成された。飛行場は、フリッツラー陸軍飛行場の名称が与えられ、 メンディンク及び、セレ陸軍飛行場と同様に、第二の飛行場として、航空部隊専門で利用されることになる手はずであった。しかし、実際には、地上部隊が残地していた。以下は主要な地上部隊。1964年に、飛行場兵衛から、ゲオルクフリードリヒ兵衛を記念してに解消される。1997年に第一航空機動旅団が、 編成される。2006年にドイツ連邦軍の再編成により、司令部と旅団司令部中隊が編成完結する。旅団励化部隊の第36戦闘ヘリコプター連隊クールヘッセンも駐屯し、第1両兵連隊の航空部門分検隊も置かれている。これらの部隊は、新編された航空機動作戦士団の励化部隊である。 第36戦闘ヘリコプター連隊には、MBB-505P ヘリコプターが配備されており、対戦車型のパマイナス1及びパマイナス 1A1 や、連絡、偵察型の VBH がある。これらの機体は2012年を目標に、ユーロコプター T ーガー戦闘ヘリコプターへ、機種変換される予定である。 ズエアロンでフランツジシャンハザレンジェネラルズ、アントワーノ・チャールズ・ルイス・コリネ、コントでラサしゃありがとうございます。